皆さんこんにちは、はるしです。本日7月20日はマーキュリーカップということで、早速競馬場に向かっていきたいと思います。レッツゴー。それでは行きます。運転画角新鮮。ちょっと今日最高のドライブ日和じゃないですか。外が光で反射してあんま見えてないかもしれないんですけど、めちゃめちゃ快晴、車の中は涼しいし最高。今日のマーキュリーカップは、初めはミルコ・デ・ムーロ騎手が来るっていうことで、ミルコ馬券を買おう、生ミルコ様を拝もうって思ってたんですけど、まあ、今回は出走回避っていうことで、またの機会にっていうことになりました。で、今回注目しているのが、進んだので次お話しますね。今回も馬というよりは人推しということで、菅原明くんのラストマンを応援します。盛岡競馬場入り口入りますよ。さて、行きますか。自撮り棒を持って歩くの緊張しますね。頑張ります。入場口に近づいてきました。まずは手前で消毒、それから出走表の紙が置いてあるので、それを1枚もらいます。その後はさっと通るだけで熱を測ってくれる検温の機械があるので、そこを通ります。今回は入場料が無料だったので、このまま通れました。いつもは200円で入場できます。揉みすぎて映ってるのかがわからん。来ました、盛岡競馬場。映ってた、よかった。眩しくて暑くて、あ、いろんな屋台が出てますね。キッチンカー、冷やし中華、あ、美味しそう。めっちゃいい匂いします。とりあえずパドックに向かいましょう。今は第7レース。お、レイ君が1番ですね。2時55分、もうちょっとで出てくるかな、出てくる気がするから、このまま待機しましょう。あ、みんな日陰にいる。そうだよな、暑いもんな。ちなみにパドックはこんな感じです。見えるかな。ここでは次のレースに出るお馬さんたちが準備運動みたいな感じで歩いています。一緒に歩いているのが厩務員さんですね。上には電光掲示板もあって、次のレースに出るお馬さんの名前と馬体重の増減、騎手の名前などが書いています。結構皆さんパドック見てますね。この建物は4階建てなんですけれども、私はその最上階、画面でいうと右端の方でいつもラジオ収録に参加させていただいております。さて、騎手が出てくるまで待ちましょう。
この掛け声とともに騎手の皆さんが降りてきました。私この瞬間結構好きなんですよね。いつもの楽しみ。ここでも大迫力なんですけど、もうちょっと近くまで行けるので降りてみましょう。いいですね。一方でその頃私の推しは一番最初にパドックを出てもう芝に向かってましたね。いってらっしゃい。ということでハルシモコースの方に移動します。パドックを見た後はちょっと休憩するもよし、騎手を追いかけるもよし、馬券を買うのもよしという感じなんですが、ハルシはいつもパドックを見る前に馬券を買ってしまうので席に直行します。てか後ろの景色が綺麗すぎませんか。この大空の下、緑に囲まれて、あとは外で大きな音楽が鳴ってるっていうこの臨場感も結構好きですね。8番ドラゴンストリート、後ろのね椅子のとこに座ってるのも良かったんですけど、せっかく動画を撮るので皆さんに近くでレースを見てもらおうと思って、このねなんかこうジグザグにコーンが置かれてて結構前まで行けるようになってるので、その隙間に来てみました。みんなでもねこの後ろが1階席普通の席になってて、その後ろこのガラス張りのところが2階席になってて屋内なんですけど、やっぱ暑いからみんなそこで結構な人いますね。でもそこで避難してる感じです。暑い暑い。ちなみにあっち側ゴールとは反対側に芝生があって、芝生にもねレジャーシートとか敷いて楽しむことができます。今日はね空が広い、もう空。今回見るのが盛岡の第7レース生まれた賞 C2 ですね。で地方競馬唯一の芝っていうことで、ちょっと内側のコースを走ります。第7レースの勝ち馬投票券の発売を締め切りました。ご投票ありがとうございました。このレースはハルシのアフレコも乗せて丸々お見せしたいと思います。スターターゴンドラに乗ってファンファーレです。この会場内で流れる実況をされているのが古川アナウンサーという競馬実況のアナウンサーです。いつもお仕事の時も大変お世話になっているのですが、いつも岩手競馬に来ると古川さんの声が聞こえるので安心します。係の人が馬をゲートに誘導して、最後のお馬さんの係員が離れたらスタートです。足音すごいですよね。この画面左側のコースとコースの間にいらっしゃるのがカメラのプロたちです。迫力ある写真はあの場所から生まれてるんですね。
あんなコースのギリギリで見てたら迫力ほんとすごいんだろうな。ここを一周してゴールに向かいます。走ってる間お馬さんたちは時速60キロぐらい出ているそうです。車と同じぐらいかな。相当速いよね。最後の坂を駆け上ってゴールに向かいます。この後ムチの音が聞こえるんでよく聞いててくださいね。レース見ていただいていかがだったでしょうか。迫力だけはちょっと動画では伝えきれないところがあるので、ぜひ競馬場に足を運んで生で見てください。もう惚れること間違いなしです。かっこいい。セミの大合唱が行われておりますけれども、奥に来るとこんな感じで子供たちが遊べる場所もあるのでお母さんも安心です。さてちょっと一回休憩。この後のマーキュリーカップに向けて何を買うか考えます。じゃじゃーん、私はなんとマイ投票カードみたいなのを持ってました。最近はコロナ対策で1回取った投票カードは戻さないでくださいっていうのがあるので、取りすぎたカードを取っておいてたらこんなセットができてしまいました。特にメリットはないんですけど、ま、家でも投票カード作れるよっていう、それだけです。建物に入ります。馬券を買うところは各階にあるんですけれども、今回は指定席も取ってないし報道関係者でもないっていうことで1階か2階で買いたいと思います。それでは購入しましょう。まずはお金を入れます。カメラ越しで入れるとこ迷った。次に投票カード20枚まで一気に入れられます。機械が馬券を印字してくれています。投票カードを返ってきた。金額の塗り忘れですね。間違えるとちゃんと返ってくるので訂正してもう一回チャレンジしましょう。全部入れたら精算。釣りと馬券を忘れずに持って、さああとはレースを見るだけ。マーキュリーカップに向けてなのか、みんなのヒーローを見に来たのか、結構混んできてですね、なかなか近くで見れる場所がない。今回のレースはこれでいきたいと思います。みんなのヒーローとレイ君、頑張れ。まだこの時はあんなことが起こるなんて本当に思ってなかったです。このレースにはみんなのヒーローっていうオグリキャップの血を引くお馬さんが走っていたんですけれども、8番の馬さんですね。
この日も単勝 1.0 倍、人気ナンバーワンの馬さんです。私は今年の3月から競馬に関わり始めましたが、初めて全国規模で注目されている馬さんなんだよと聞いたのがみんなのヒーローでした。忍さんの3500勝とともに復活して圧勝したみんなのヒーロー、今でもはっきり覚えています。みんなのヒーローを一目見るために遠くから来ている方もいましたし、まさにアイドルホースの血を引く馬だと実感していました。馬主さんをはじめ、調教師、騎手、厩務員、牧場の方、長く競馬を見てきた方、オグリキャップファンの方など、様々な人のことを考えると、言葉にはとてもできないのですが、私はまず、みんなのヒーローに感謝を伝えたいと思います。夢を乗せた走りを見せてくれて本当にありがとう。気持ちの整理がつかなくてモヤモヤしていたのはみんな同じだったと思いますが、メインレースに行きましょう。気を取り直して上から取ってきました。人すごいですよね。なかなか平日の午後4時とは思えないぐらいの人が詰めかけています。これだけ期待されてるレースっていうことがわかりますね。さて、騎手の皆さんの登場です。今回は7人のジョッキーが中央地方の他地区から来てくださいました。競馬場にはカメラを構えている人もすごく多いですね。私はちょっとカメラ詳しくないのでわかんないんですけど、でっかいレンズで撮られてる方がいっぱいいます。やっぱこの乗る瞬間もかっこいいですよね。素敵。そしてお馬さんたちがコースに出始めると、見ていたお客様たちの大移動が始まります。左に行くお客様は馬券かな。奥に行く人は場所取りかな。1階の馬券売り場に来ました。締め切り2分前とか結構ギリギリだったんですけれども、皆さん最後の最後まで悩まれて買っております。さて、この後は重賞のファンファーレ。
てここからメインレースっていうところなんですけれども、なんと暑さで携帯がやられてしまっていたので駆け足でお届けします。ご了承ください。このメインレースの本編は岩手競馬のホームページでじっくり見てみてください。第25回マーキュリーカップはマスターフェンサー号が2連覇を達成しました。おめでとうございます。この後松山騎手のインタビューがあったんですけれども、近くで拝見させていただきました。かっこよかったです。唐突の締めですが、競馬のかっこよさ伝わったでしょうか。夢、努力、そして命をかけた勝負の世界。競馬場が2個あるのも、地方で芝のレースが見られるのも岩手だけですので、ぜひ足を運んでください。以上、ハルシと競馬 Vlog でした。